花尾弥四郎の音楽魂。はい、こんにちは、金井義郎です。一週間ご無沙汰しております。今日も音楽魂、楽しくやってまいりましょう。まずはね、レギュラー陣、ね、ご紹介しましょう。連日ライブの高島誠さん。どうも、こんにちは、高島誠です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、いい T シャツ着てんじゃん、それ。バウアウ。この間ね、山本恭司さんが来ましたけどもですね、はい、あのバウアウのね、はい、それ僕好きなのよ、その V ネックっていうのが。欲しいとかですよ。今度ちょっともらいに行くっていうのは失礼だけど。ということでね、高島誠さん、松下としみさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いかがですか、風邪とかひいてませんか。風邪じゃないみたいですね、どうやら。え、何だったの。なんかちょっと花粉に差し掛かったかもしれない。花粉も飛んでんだね、随分。そしたらなんかレンコンがいいっていう話をちょっと、レンコン、お伺いしました。レンコンを食べるといいよ、うん、らしいです。いろんなことがありますね。ということでね、はい、今日はね、もう本当に素敵なゲスト、僕ちょっと緊張しておりますが、野呂一生さんです。こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、あのね、カシオペア。もう、カシオペア。もうあのね、やっぱりそのフュージョンっていう、あの、音楽の走りですよね。びっくり。草分けですよね。だから、ちょっとね、あの、すごく僕も緊張してるんですけども、あの、野呂さんとね、お会いするのが今もうさっき初めて、ね、そうですね、はい、まあ高橋誠さんとはなんか、まあ幼馴染みたいなもんです。もうね、10代から、ね、高校生の頃から知り合いだからね。そうでしたか。なんだかんだね、本当。はい、まあいろいろラジオに言えないこともある。そんなことはないか。あの、初めて誠さんのとこに、あの、遊びに行った時にね、はい、駅から家までの間に、うん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 って、なんか変な音が聞こえるんですよ。それで、なんだろうって思って行ってみたら、本人がね、あの、マーシャルフルボリュームで、うん、それに、あの、布団かけて、弾いてたんですよ。うん、そう。私、あの、三軒茶屋の商店街から聞こえてたって。そう、マジで。なんか、うん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 って。地鳴りのような。そうそう。そうそう、一応ね。ねえ、ねえ、そういうね、話でね、もうすでにね、先ほどの楽屋からもう打ち解けてきてますけどもですね、はい、すごい僕もっと硬い方かなとか思って、緊張してたんですよね。もう本の中でボクちゃんって言ってますから。なるほどね。本の話はね、またね、させていただこうと思いますけども、まずはね、CD、これ、いぶきっていう CG ですか。はい、そうですね。カシオペアサードっていうのになってからの作品です。あ、そうですか。このカシオペアサードの中のいぶきから一曲聴いてみましょうか。これタイトルは何になりましょうか。目覚めっていう曲です。はい、よろしくお願いいたします。
なんか 6色強い感じ、ね、かっこいいですね、やっぱね、やっぱ先祖返りするしすごいね、まあ、三つ子の魂っていうかねこの息吹っていうアルバムですけども、ほとばしる生命のサウンドということでね、これはすごい、ちょっとついね、うん、あのついっていうか普通、まあ、映像撮ってるんで喋、うんうん、ってもいいんだけど、つい俺聞き込んじゃってシーンとしちゃいました。うん、なんかすごい迫力なんですね、やっぱりね。 ありがとうございます。素晴らしい、なんかね、うん、すごいなとか思う。これあの僕らが、僕は CBS ソニーのオーディションで、ええ、九州から出てきたんですけど、その第1回目のソニーのオーディションだったんですよ。それでちょうど70年代の終わりとかの頃って、あの僕は九州から来たんですけども、みんなもうテクニックがそんなに、うん、まだ僕らなくて、僕自身もなんかもうガッツしかないわけよ。で東京出てきたらその当時ってもうすっごい上手い人ばっかりいたじゃない。まこちゃんもそうだけども、なんか70年の半ばとか、70年だ、ないのね、後半とか、そうだね、だからぶちのめされたもんいやちょうどだから、あのその当時の事務所じゃなくて、うん、それからしばらくちょっといろいろ紆余曲折ありまして、あの事務所とかも変わったんだけども、その時に、まあ、関松とかと同じ事務所にちょっといたことがあって、うん、その時にあのプリズムのとかもいたんですよね、うんうん、あのプリズムのアキラはね、はい、15ぐらいからの知り合いなんですよ、ね、そうなんですか、うん、はあ、まあ同期の桜ですか ね、 同い年だしね。あ、そうなんですか、だからなんで、あの前も言ったけど、ノロが、うん、カシオペアだよね、ノロができない時に、うん、俺とアキラで、うん、カシオペアそうそうやってもらったことあるの嘘あのねダブルブッキングになっちゃってそれで、できないんで、先方の仕事の方がギャラがいいって言うんでそれでね、カシオペを俺とアキラに預けて、そうそう、本当屋根裏だったかな。あ、そうなの？ひどいよね。ひどいよね。自分のバンドだよ。ねえ、あのというね、今日はね、あのカシオペラあの野呂一生さん、ね、お迎えしてますけどもですね、あのなんかもう。子供の頃から手品が好きだとかっていうね。ああ、そうですね。で今回この私時代という自助伝が出ました、はい、これはねちょっとちらっと見ただけでものすごく面白い、あのやっぱりね、そのまあいろんな今までのねこともはじめ、なんかその名前のいきさつとかもそうだし、あのね松下さんはいろいろねさっき見てたけども、うん、可愛い写真があるしね、あのほらひな鳥時代、ひな鳥時代ね、ね、可愛いよ、ね、お写真もね、うん、あの年代ごとにね、そうですね、これ DVD もついてるんですか、ね、ついてます、はあ、これはどこであのお買い求めできる、これは本屋さんでね本屋さんで買えるし、アマゾンでも買えるし、アマゾンでもね、いろいろと、これいつは、これはね昨年の、12月20日に発売になったんですよ。あ、そうですか、うん、私時代、ぜひねお求めいただきたいと思います、ということでね、今日生でね無理で、はい、あの演奏していただくのもね僕ちょっと緊張してるんですけどあのなんかじゃあやっていただいてもよろしいですか、はい、じゃあですね、この DVD の中にも入ってる曲なんですけど、はい、トモっていう曲をじゃあトモまずは、はい、お送りします。はい、じゃあThank you.
はい、ということでね、ショートバージョンでショートバージョンで来ましたが、ズーム使わないんだったら外した方がいいのかね、ちょっとなんかあれかもしれないね、あのノイズが入ってるかもしれないですね、うん、これでもね一応大丈夫、あ、そうか、ディレイが入ってんだ。ディレイ使ってんのね。ちょっとちょっとなんか、あのノイズ、ノイズっぽいかもしれないね。はい、ということでね、ちょっとそれ今あのチェックしてやる間にですね、ファックス来ましたね、じゃあ松下さんの方から読んでいただきましょうか。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、はい、こんにちは。そして野呂さん、はじめまして、はい、ようこそ。あの80年代のフュージョンブームを経験した人間にとってはやっぱり野呂さんはレジェンドの一人ですのでワクワクしています、うん、それにあの時代にギターに興味があった人なら誰でも憧れたヤマハの SG を弾いていらっしゃるのも最高ですね。おいらはフュージョン系には疎い方なんですが、それでもカシオペアの名曲の数々は口ずさめるほどです。今日はお三方のやり取りも含めて、はい、心の底から楽しむことにします。さてこの間長い仏さん率いる長い仏さんね、うん、はい、ブルース・ザ・ブッチャーのライブを楽しんできました。はいはい、やっぱりベテランの方々の経験という力は何事にも耐え難い、はい、耐え難い、うん、耐え難い耐え難い、伝わる力があるんだなって感じます。はい、そういった意味でも加納さん、誠さんもですが、野呂さんも経験プラス現役の凄みを感じています。これからもずっとずっと続けてくださいね。今日もリクエストはできません。なぜなら、うん、フィーリング含めて全てを受け止めたいからです。なるほど、うん、ということでね、はい、これは博多のミキさんですか。博多の方々とか ね、まあ、いろいろな地方の方々も最近あの聞いていただけるようになりましてですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一つありますよ。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、ゲストの野呂さん、はい、関係者の皆様、キキさん、こんにちは。はい、1週間あっという間ですね。2月になりましたが、気温の変化が激しくて皆様体調は大丈夫でしょうか。本日はゲストの野呂さんを中心に楽しいお話、歌声を楽しみにしています。まだライブには伺えませんが、今後のライブ情報などありましたらよろしくお願いいたします。リクエストは何でも OK です。はい、素敵な歌声を聞いて元気になりますよ。はい、音楽魂大好きでアップされた動画を見ながらリハビリ頑張っています。うん、キキさん、ありがとうございます。影の軍団ですね。知っている人いないかな、古くてすみません。リハビリの生活中の清水さん、ね、いただきました。リハビリね、ちょっと事故に遭われたりなんかして、ちょっと大変で、そういう方も聞いていただけてます。で、やっぱ音楽通じてね、皆さん方にその元気になっていただけるっていうのがいいし、うん、ね、今回もまこちゃんのね紹介というかね、いただいて、カシオペアのね、はい、野呂一生さんとね、僕出会えると思わなかった。そう、嬉しい。私もあなたもずっと、もう松下さんはの喜んでいただけて、そうだってね、さっきのもうギター聞いて、CD 聞いて、あ、やっぱカシオペアだってすぐ分かる世代だから。なるほどね。それで私の音楽部の先輩が大ファンで、いま、うん、だにね、通勤中に、うん、今ですよ、去年の話なんですけど、うん、ずっと聞いてて、うん、うん、そういう話をさっき学会でしたんです。で、今日は、ね、うん、私ミーハーになってちょっとサインをね、もらおうかなと思った後で、素晴らしい、初めてです。年らしい、そうなの、いいですよ。1957年、鳥年です、ね、あ、そうですね、鳥年ですね、今年、今年じゃ年、そうそうそう、そうですね、今年はなんか火の鳥っていう年らしいですよ。あ、じゃあ頑張らない、いろんなことが起こるらしいです。いいね、いいね、頑張ろう、楽しみね、これで、まあ、野呂さんの方からこの、その、自助伝のことを、まあ、宣伝されるとしたら、どういうふうな本になりますか。そうですね。まあ、意外とね、正直に書いた本なんで、で、これ実はですね、はい、原稿書くのって大変なんで、うん、携帯で、メールで送ったんですよ。全部。ああ、本当？そうそう。一年がかりでね。メール作戦。メールで。時代が変わりました、ね。そう。だから大体その明け方ぐらいに担当の人に届くみたいなね。ああ。
そういう感じで1年面白いよ、ねね、かけました。文体が横も横なんです ね、そうそうそう、これ横書きにねあえてしてもらったのはね、やっぱ英語表記とかカタカナ表記が多いんで、縦だとすごい読みにくいんですよね。あと譜面もなんかありましたね。そうそう、でもともとあの携帯でメールで送って横書きなんで、なるほどね、もうそのままにしてくださいってことで、あ、それ言われてみればこういうのって、うん、なんか教科書を思い出しちゃう、ね、あ、そうそうそう教科書横で、そうだよね。でもね、音楽 あのマガジンとかみんな横ですから、ね、うん、そうですよね、うん、はあ、ははあ、このでも素敵なあのヤマハのギターあのなんか あるんですか、ね、これはね私のオリジナルモデルでですねあのヤマハ製なんですけども、はいはい、INDX っていう名前、INDX、一斉野のデラックスっていう、あ、一斉野のデラックス、マツコデラックスに、あ、なるほど、ね、習ってみたいな感じですよね。色もなんか渋い色ね、ね、素敵なあのプラネットブルーっていうね名前がついてる色なんですよね。そうかそうか、今日は誠さんとなんかやってみるやってみますか、ブルースでもいい、昔懐かしいやつでも昔な、ね、いきますか。でも音だ今大丈夫ですかね、ちょっと出してもらっていいですか、あ、今大丈夫ですよね、あ、OK ですね、大丈夫、あ、ちょっとね、あのちょっとこれマイク、はいはい、ちょっと待ってください、ね、セッティングします、はい、山さん OK ですか、山田さんの一応 OK 出ましたんで行きますか、はい、ええ、まこちゃん歌うん、はい、何するの、私バッキング、まあね、お前ですか、この曲で、
なんかこう高校生に戻ったような気分楽しそうだな。 昔はねだから夜な夜なね、うん、誰かん家に集まってはこんな感じでみんなでもう朝まで来るんですよ。なるほどね。そう若かったからね。若かったからねでもやっぱりねこっちに出てきてね、やっぱこう打ちのめされたっていうのはね、その70年代の終わり頃って、やっぱり普通に東京にすごい人がたくさんいたんだよねねえ、もういっぱい出てるじゃん、その当時の人って。あ、まあ、そうかもしれないね。ねえ、まあ、チャーもその辺、チャーとかね。なのかもしれない。そうですね。結構、知り合い同士が多かったですよね。そうでしょうね。みんなそういう切磋琢磨してね。世界狭いっていうか。ねえ。でまさかまこっちゃんがカシオペアに入ってきた虎で弾いてたっていうのはしかもその説明をされましてもうあれでももう30年ぐらい40年近く前だよ。40年前ぐらい本当、屋根裏、そうそう、屋根裏時代があったですね。そうですよね。ねえ、そういうなんかすごく楽しくなってくる。なんか部屋に遊びに来ていただいたっていうような ね, ね、雰囲気の音楽魂 ね, ううね、ノイズも出ますがね部屋だといいじゃないですかでもなんかこういう生放送って何が起きるかわからないようなね、感じでいつもやらせてもらってるんですけども、これ収録だったらね僕あんまり続けてないと思うんですよね。あ、面白くないんですよね。もうハプニングがね、なんかこう普通にこう決まった感じでね、きっちりで、なんかほらまあ当たり障りのないCD をかけて、その当たり障りのない話をねして、ちょっとグルメの話かなんかして終わるような番組つまんないでしょ。まあね。いやでもエディバーンさん来た時に音楽話一切してないね、ほとんど。そうだったっけね。うん、ほとんどね、一緒に飲んだ話とか、腰を痛めてやったんで、体の話とか。そうだね。うん、なんだまあこれ音楽、まあこんな話ばっかりになっちゃったじゃねえかよみたいなエディさんに言われましたけどもね。でもそれはそれでね、そういう番組もあっていい、ような気もしますけどね、なんかね。やっぱ野呂一世さんってのはやっぱ僕も構えてたんだけども、そういうイメージがあるじゃない。カシオペアのそのもうすごいこうきっちりしたギターだから、きっちりした、いやきっちりっていうか人間は全然きっちりしてないんですけど、なんかこ う, もうこう普通に早く行く人とかっていう感じじゃないじゃん。しっかりしっかりね、アコースティックの僕はあれも見せていただいたんですよ。あ、はい、VTR っていうか、はい、天野くんとやってるやつ、お気楽ギーグってやつですよね。はいはいはい、はい、あれもね、素敵だなとか思いましたけどもですね、カシオペア野呂一世さん今日のゲストですけどもですね、ということで、どうしましょう。なんかギターもいい感じになってきたことで、なんかやりますか。僕野呂さん、僕のオリジナルとか絶対やんないでしょ。いや、いいですよ。あ、ほんまじ、もう何でもやりますよ。オリジナル今やってみましょうか。僕、ね、こんなことはあまりないかもしれない、ね、ないかもね。野呂さんと僕はチューニング何にしますかね。4-4-1出ました。
僕まこちゃんとやるときは444にしてますが、今日はね441一星だけに441。でも一星さんって、ええ、あの1月1日生まれ。そうなんですね。あのね、1月1日に生まれたんで一星って言うんですけど、あのもし1月1日じゃなければ竹蔵っていう名前になりそうだったんですよ。竹蔵、うん、あの父親が竹次っていう人だったんで、それの2を3にしたっていうことでね。だからもし竹蔵になってたら、あのアパレル関係に行ってたかもしれないなってそうか、なるほど、ね、うん、それで頼むよこれね、これ、ということで、今日はね、僕父親の思い出の歌、父親はまあ18年前にもう亡くなりましたけども、父親の、うん、思い出の歌がある。最近ね、いろんな方がカバーしてくれてて、風の中で立てっていうのをちょっと野呂一生さんとフューチャリングでやってみましょうか、ね。She
ということで金尾芳郎、あ、今山田さんが喜んでるあの山田ディレクターはね、ああいう優しい顔してね、厳しいんですよ僕に対して野呂さん本当にどうもありがとうございました。楽しかった、風の中で立てという金尾芳郎をお届けしましたけどもですね、本当に真子さんと野呂さんのそのいろんなあの出会いをね、出会いがあることをちょっと今お聞きしたんですけどもね。マコさん昔高校時代とかどんな感じだったんですか。あのね、初めて会った時に、はい、やっぱその友達の先輩ってことで、はい、あの高橋さんって呼んだらそんな呼び方しないでくれって言って、俺はのことをマコトって呼んでくれっていう。へえ。でね、あ、この人はね魂で生きてる人なんだなって思いましたね。昔からそうだった。そのなんか年齢でなんかこういう上下関係ってあんまり好きじゃないんだよ。上下関係ね、もうどうでもいいんだそういうことってねえ。だから第一印象はそうだ。ああ、そうなんだ。なるほどね。そうそう、だからなんか敬語なんか全然関係ないし、もう普通にその魂同士で付き合ってるって感じでしたね。なるほどね。いろいろ、もう野呂とね、いろんなことねありますけどね。ああ、そう。うん、だけど喧嘩したこと一回もないもんね。ないね。結構そういう人たちが集まる場所とかもあったんですか、昔は。そうですね、あのね、三軒茶屋にオデッセイっていう喫茶店があって、で、そこはね、500円でコーヒー頼むと、セッションし放題っていうね、素晴らしいお店があった。その時代からあったの。そうそう、セッション、なんかライブの。ね、毎週日曜日にね。毎週日曜日。で、そういうところでもういろんな人が集まって。今思えばスペースサーカスとか、あとスターダストレビューの人でしたね。ああ、そうなんだ。いろんな人が来てましたね。チャクラって。あ、知ってる知ってる。うん。ほんと。そうそう。ここからね、みんなでセッションして遊んでる。へえ、なるほどね。そういう、
ね、あのお店がその当時、うん、今や割とセッションブームじゃないですか、うんうん、結局あの普通にライブやるよりもセッションの方がお客さん入っちゃう、ね、だからね今ね出たがり屋が多いのよ、やりたいんだ、あの人のねライブをね見るよりも本当にさ自分がやりたいんだね。でもそれはすごいいいことだと思う。まあね、もちろんね、もちろん、だからやっぱりである程度年配の方でもね、うんうん、あのやっぱり昔ロックやってて、その人がまた ねギター持って、うん、そう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 、親父バンドのお客さんはお金持ちが多いから儲かるらしいですね。ねえ、でそれで見に来てくれりゃいいけど、結構自分がやっぱりやりたかったんだね、みんなね。ね、うん、そう、いいっちゃいいけど、でもその時代からそういう、ね、仲間たちがいて、うんうん、そうだね、ほとんどの人がやっぱそういうプロにな、そこから出ていったわけ、出てった人結構多いですよね、はい、でそこ あのお店自体もいろんな、あのなんて言うんだろう、音楽関係の仕事とかやってるお店で、うんうん、はい、でいろいろ紹介し合ったりとかしてたんだよね、うん、うん、もうお店はないんですか。ないですね、ないですね、うん、今焼肉屋さんになってます。ああ、そうそうだよね。うん、名前はその名前で焼肉屋になってる。違う、ね、今違う名前でね。ちょうど三軒茶 その交差点、ニューヨークと世田谷通りと茶沢通りのね、うん、その交差点のこっち側にあって、うんうん、すごくあのね、あの行きやすいとこだった。そうね。でまたあの来るお客さんたちもそんなこうなんか、礼儀結構正しい人たちが多くてね。あのみんなマナーはちゃんとしてるもんね、うん、ほうほうほう、うん、その時のオープニングに俺関わったんですけど、うん、あのその時はあの彼スペースバンドの角田博さんと大浜く、うん、うんうん、ね、ああ大浜さんね、最初ゲストで来てくれて、あペンギンの、今ペンギンのね、はいはいはい、あそうなの、スペースバンドをやってたんですよ。そうなの、角田博さんのバンド、大浜さん、うん、そうなんだ、うん、すごいよね、違うね、違うよ、やっぱ東京九州、僕はあの地方、地方ですからね、地方からもうあのね、あの炭鉱はもうなかったけど、うん、ほとんどだからもうあのあんまりいなかったけど、まあ中にはその当時からなんかその写真撮ってた方とか近くにいたんだよね、うん、あのデビッド・ボーイの写真とかずっと撮ってる好きださんっていらっしゃる、あのその人がもうすぐ近くだったんですけども、うん、でも普通 あのそういう僕らの九州の感じとか福岡あたりっていうのはそんなにね、そんな人たちがいなかったから、うん、だからディスコでずっと毎日歌ってたことがあったんですよ、あのディスコにバンドが入ってた時期があったじゃないですか、はいはい、そのデビュー前にね、あの昭和っていうライブハウスで歌ってて、でもなかなか食べられないんでディスコで歌ってて1日も70曲ぐらい歌うのね、うん、毎晩ジュークボックスみたいな、うん、隣でクリスタルキングやってたりしてセッペリンそっくりだったからね、そういう時代だよね、そういう時代でしたよね、うん、だから共にあのこう生きてきたあの、うん、ね、あのこういう感じがしますよね、うん、まあ場所は違いますけどもね、うんうん、東京はやっぱりシャレと思うね。そうか。そうでもない。いやでもね、我々世田谷だからね。うん、世田谷はね、世田谷地区ですか、結構あの田舎だったんですよ。その当時東京の中でもかなりその郊外に属するエリアだったんですよね。もう玉川ボーイズっていう感じです。そうなの？うん、世田谷って中心かと思って。いやいや全然。田舎からちょっと外れ。そうなんですか。うんうん、やっぱりあの渋谷とかまでが、ね、当時は そういう文化圏でセンターっていう感じです、うんうん、新宿、そうね、一番新宿に行ってたかな、新宿渋谷が一番新宿渋谷のロック、まあ、近い盛り場っていうね、うん、なるほどね、原宿もあったな、そういえば、うん、そうとね、もうあのっていうね、今日は何の話なんかね、もう走馬灯のように昔の光景が、ね、なんかね、もう今日はなんか本当にね、あのそんな雰囲気がする、そうそう、なんか今日ね、あの家出る頃からそういう感じなんだろうなと思ってたまんまになりましたやっぱりだったね、じゃ あの最後なんか2人でなんかセッションみたいなのできる、
せっかくじゃあブルースもやりますか。なんかやりましょう、最近もうちょっとなんかある、あの感じでもいいかもしれない。最近、ま、毎年ね、うん、大晦日に、昔の仲間が集まってセッション、もちろん野呂たちも来るんだけど、うんうん、やってるんですけど、あ、そうなんだ、ね、そういう時になると思う。だってこういう感じでやってます。あー、いいね。
いいじゃないでしょうか。うん。セッション行きたい。ね。うん。まあね、じゃあ今年の年末はぜひ。セッション、俺セッションできないから。だいたい俺ドラム叩いてるんですよ。らしいね。そうそう、ドラム大好きなんです。ね、最近何ドラムやってる？昔からやってたの？前から好きなのドラム叩くの。本当？うまい？結構。どうまいって自分では言えないでも練習してる。もう一人でスタジオ入って練習したりしちゃうもん。あ、マジでそんなことしてんだすっごい、うん、最近すごい、ね、ともちゃんもやり始めたけどね。本当素晴らしいね。なんかでもそれが 若さの秘訣なんだよね。まこちゃんってなんかほらあの割と自然にね好きなことしかやんないじゃん。そうだね、うん、確かに俺嫌いなこと結構やってるからねあのだからやっぱ好きなことをやってあの好きな音楽をねやるっていうのは素晴らしいと思います。野呂一生さんのねまたねあのこの私時代、よろしくお願いいたしたいと思います。ぜひ面白いですよ、ね、これ ね DVD がもう見物ですあのねストロギターが2曲とそれから簡単なメソッドみたいなのと、うん、で、はい、あの特典映像で映像、ね、あのマジックあマジック入ってんですか。入ってます。ちょっと今なんかマジックできますあちょっと見て映してピックがあそうピックがないっていう、うん、あ、まあ、っぐらいです。すごい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 すへえ。手先がね。うん、手先が、あ、それで、マジックで、あれ、鍛えられた指先なんですか、ね、まあ、小学生の頃ね、すごくこう、親戚受けが良かったんで、その気になっちゃって。その頃から結構いろいろマジックやってたんですか。そうですね。もう小学生の頃、渋谷に結構、マジックコーナーが、あるんです、あったんですよ、うんうんうん。で、その東急と西武両方に、そのマジックコーナーがあって、うん、で、その、なんていうの、販売員の人がちゃんと実際に、うんうん、マジックをやってくれる販売員の方がいて、でね、よく通いましたね。はぁ、なるほど。そうそうそう。マジックされるとはね、ちょっとびっくりしましたけどもね、今日のこの映像は面白いと思いますけどもですね。ということでね、もう楽しい時間あっという間にもう来ましたが、あと3分、2分ぐらいであんまり曲できないかもしれないけど、ちょっとなんか短めに、何？不良中年とか、いいの？エンディングも流れてる？もう流れてる。マジで？もう終わっちゃうんだ。早っ。早いいですよね。半分昔話で終わっちゃったみたいな。ツーコラスぐらいやる？不良中年やる。こんな感じの曲。あの不良中年ちょこっとあちょこもワンコラスしかできないか。ね。ね。ワンツースリーフォー。なあなあ。叩かれた分だけ強くなれる。
ということで、本日のゲストカシオペア野呂一生さんでした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす優しい「あの人は今はない」「人の心が好きさ」